ニクチンさん、すごい。やっと戻ってきたね。一番最初この子来た時215だったね。まあ、おしっこする前だったと思う。212か。すごいじゃん。お顔出てるじゃん。210ですね。で、ここ1週間。その日だけでなかった。そうですね。そう、すごい。収録で。おしっこは、おしっこがちょっと少ないんですね。多分していると思う。その後はなんとなくあるんですけど。なんと。尿酸で出てます？昨日尿酸出ました。ちょっと固めで、自力でフードをこれ15、この日は食べなかったのか、今確か。そうですね、なんか食べなかった時がちょっと、でもここからあとはじゃあ毎日フードを食べてるんですね。かなり食欲が。で、見た感じの動きはどうなんです？元気ですね。だいぶ戻ってきました。じゃあちょっと治療してきますね。方向回転し。ごめんね。ごめんね。えらい声で。この中のさ、この中にこの子のさ、口の中の色はどうですか？赤いです。赤くなってきます。はい、この子は体重どれぐらいですか？サクちゃんの方は140、今ないぐらい、140ぐらいかな。その子はちゃんと食べてますね。野菜も食べて、うんちもしっこも毎日出ます？持った感じずっしりしてます？それ結構、うんちおしっこが毎日出ることと、持った感じがずっしりしてることと、あと口の中の色がね、赤みがかったピンク色、あれがさ、調子悪い子は薄くなっていっちゃう。ほんと死ぬ前のことで、真っ白けになってる子も時々来ますね、神田さん。だいぶ赤い、この子もそうですけど、赤くなったなと思います。いいですね。日光浴は、暑いからだけど、やってるんですね。そう、何分ぐらいやってます？いいですよ、そのまま。めちゃくちゃ人間も暑いですからね。子供たちだって暑いし、床が下がさ、土とか草とかの上だったらいいけどさ、コンクリートとかさ、なんかそういうのの上だと暑いですから危ないですよね。はい、それじゃああとね、吸入療法と酸素療法します。で、お薬また1週間。A のお薬はちょっと飲んだり飲まなかったりで結構残ってるので。 A の薬、はい、まだ1週間後に1回がちょっと上げられなかったり。あ、そういうことね、はい、ただ有効期限が6日に出してるから明日までですよ。あ、そうなんですね。解いちゃうと1週間あ、ちょうどでは出せれないんで、ちっちゃい子たちは。分かりました。申し訳ないんですけど、だから今日出してまた1週間。B の薬のステロイドはこの間下げてるから、今回は同じ量で。あ、分かりました。そういうことになります。はい、だからそう、もったいないから、もし1日1回しかやれないんだったら、1回に2滴飲ませてもいいから。できればさ、A の薬って1日2回から4回ぐらい飲んでいただいたら。そうですね。分かりました。